クリーク戦争はアメリカ合衆国南部でのクリーク族インディアンの内戦にアメリカ軍が介入したインディアン戦争である。結果的にはお定まりのインディアンの強制移住と合衆国によるインディアンからの領土略奪という民族浄化となった。インディアンをイギリス軍が支援していたので米英戦争の一部と考えられることがある。この戦争で アメリカ軍を勝利に導いたアンドリュー・ジャクソンが白人社会で一躍名声を上げることになった。1811年12月16日から数回に渡ってニューマドリード地震がアメリカ中西部のクリーク族の土地を襲った。この出来事の解釈は部族ごとにまた宗教ごとに異なるが一般に認められたことは大地震に何らかの意味があったに違いないということで、 あった。戦いの際に赤く塗った棒を使ったので、レッドスティックスと呼ばれた、クリーク族の戦士団が、彼らの暮らしを白人の干渉を受けない、伝統的なものに強引に戻そうとしていた。レッドスティックスには、ウィリアム・ウェザー・フォード、ピーター・マック・イーン及び、メナワーといった強力な戦士がいて、イギリス軍と同盟を結び、 クリーク族の土地を侵食してくる白人やアメリカ合衆国のインディアン部局代理人ベンジャミン・ホーキンスによって管理される文明化計画についてクリーク族内部の他の戦士たちと激しい対立が起こっていたクリーク族内戦が始まる前にレッドスティックスはその活動を州長長老たちには知らせないようにしていた1813年2月リトルウォリアーたち レッドスティックスの小部隊がデトロイトから戻る途中で、オハイオ川沿いの白人入植者に家族を虐殺した。ホーキンスは、クリーク族にリトルウォリアーと、その6人の仲間を引き渡すよう要求した。州長たちは合議の結果、襲撃者を白人連邦政府の役人に引き渡す、代わりに部族で罰すると決めた。この決定が、クリーク族の内戦を起こす火種となった。 アッパータウンに住むクリーク族のレッドスティックスが、ローワータウンに住むクリーク族のいくつかの集落を即座に制圧した。ローワータウンのクリーク族は、家畜を飼い、また防食器を使うなど、白人の文明に同化する段階を踏んでいるところであった。レッドスティックスは、家畜や壺、鍋、手織りの布など白人社会から来たものすべてを破壊した。しかし、レッドスティックスは見つけた銃や、 高性の刃物を押収する以上のことはしなかった。1813年7月21日、アメリカ軍兵士の一体がフロリダから戻る、途中のピーター・マック・イーン率いるレッドスティックスの一体を止めた時に、レッドスティックスとアメリカ白人との最初の衝突が起こった。レッドスティックスは、ペンサコーラのスペイン知事から弾薬の供給を受けて持ち帰る途中だった。この時は、 レッドスティックスが一旦逃亡し、アメリカ兵は残っていた物資を押収した。その光景を見ていたレッドスティックスが吸収をかけて、報復した。バーン・トコーンの戦いとして知られるようになる。この衝突で、クリーク族の内戦は、アメリカ軍を巻き込むことになった。ピーター・マック・イーンは、ウィリアム・ウェザー・ホードと共に、仕返しのために、8月30日、アラバマのモービルの北にあった。 ミムズトリデを襲った。レッドスティックスの目標はそのトリデに逃げ込んでいた、根結のクリーク族を襲うことであった。クリーク族の一部による、静止努力にもかかわらず、虐殺が起こり、400名、内視500名が殺された。結果、アメリカ南東部一帯の入植地に強行が起こり、政府の干渉を求めた。アメリカ軍は、イギリス軍や北部森林地帯の小児遺族に、 引きられるインディアン戦争の真っ最中であったので、南部諸州は民兵を招集してこの脅威に対処することにした。バーン・トコーンの戦いの後で、アメリカ合衆国陸軍長官、ジョン・アームストロングは、第六方面軍の指揮官、トマス・ピンクニー将軍に、アメリカは、クリーク族に対して行動を取る用意があると伝えた。さらに、スペインがクリーク族を支持していると分かったならば、 ペンサコーラに対する攻撃も正当化されるとした。ジョージア州は、現在のジョージアとアラバマの宗教であるチャッタフジチ川に沿って一連の砦を作り上げて、準備を開始した。この行動は偏境を守るとともに、攻撃の準備をする時間を稼ぐものであった。ミシシッピ準州の民兵指揮官、フェルギナンド・クレアボーン準将は、クリーク族領地の西部境界あたりに、 自軍の弱点があることを認識し、先制攻撃をかけることを主張した。しかし、第7方面軍指揮官のトマス・フラーニー少将は、この要求を拒み続け、この地区のアメリカ軍の戦略は防御であることをクレアボーンに思い出させた。一方でその地域の入植者は商用祭への逃亡を求めた。ミムズ取りで虐殺に反応して、テネシー州議会は、 ウィリアム・ブラウント知事が3ヶ月の従軍義務のある5000名の民兵を組織することを承認した。ブラウントはアンドリュー・ジャクソン大佐のもとに2500名の西テネシー部隊を招集し、近づいてくる侵略に反撃し、ミシシッピン州を助け解放すると伝えた。さらにウィリアム・コック少将のもとに2500名の東テネシー部隊を招集した。 ジャクソンとコックは10月初めまでは出動準備が整わなかった。テネシー、ジョージア及びミシシッピの動きに加えてインディアン部局代理人、ベンジャミン・ホーキンスは、ウィリアム・マッキントッシュ少佐のもとに有効的なロワー,ータウンのクリーク族を組織して、レッドスティックスに対する作戦でジョージアとテネシーの民兵を支援することとした。連邦インディアン部局長であり、その髪の色で、 ホワイトイーグルとしても知られていたリターン J メイグスの呼びかけに応じてチェロキー族は宿敵レッドスティックスに対しアメリカ軍に協力することを抗議で決した。メジャーリッチの指揮で200名のチェロキー族がアンドリュー・ジャクソン指揮のテネシー民兵と共に戦った。集落の数ではクリーク族集落の約3分の2がアッパークリークであった。それらの集落は アラバマ州の心臓部を流れるアラバマ川、クーザ川及びタラプーザ川沿いにあった。対照的にロワー,ークリークの集落はチャッタフューチー川沿いにあった。多くのクリーク族は白人と友好的なままであろうとしたが、ミムズ砦の事件の後は南東部の白人は友好的なクリーク族と敵対的なクリーク族の区別ができなくなっていた。 大まかに言って、レッドスティックスには4000名の戦士がおり、おそらく船長の銃を持っていた。彼らはたとえ近隣の相手でも大規模な戦闘を行うことはなかった。戦争の初期に、国ク将軍は弓矢が敵軍の戦時における主要な武器であり、全員が弓と一束の矢を持ち、銃による最初の攻撃から次の玉込めの間に弓矢を使っていると報告した。 クーザー側とタラップーザ川側が合流する場所にあるホーリーグラウンドがレッドスティックス連合の本拠地であった。そこは3つのアメリカ軍の補給点から少なくとも約150マイル離れていた。最も容易な攻撃経路はジョージアから辺境に作った砦を経てアッパークリークにつながるよりマシの道を通ってホーリーグラウンドに至るものだった。もう一つの経路はモービルからアラバマ川に沿っていく。 ものだった。最も難しい経路は、これをジャクソンが進んだが、テネシーから南に山脈を越え道なき道を行く、ものだった。ジャクソンの任務は、クリーク族を叩くことであったが、その大きな目的はペンサコーラまで進出することだった。ジャクソンの計画は南に移動し、道を作り、アッパークリークの集落を破壊し、続いてモービルまで進んで、ペンサコーラ攻撃に移ることだった。 二つの問題があった。平坦と短い徴兵期間であった。ジャクソンが進軍を始めたとき、テネシー川の水位は低く、物資を運ぶことが難しかったので、馬の飼料が少なかった。ジャクソンは、ファイエットビルを1813年10月7日に、新発した。ハンツビルで、騎兵隊と合流し、テネシー川を越えて、デポジットトリデを構築した。続いてクーザ川まで行って、 ストローザーに前進基地を作った。11月に起こったタルシャッチーの戦いとタラデガの戦いが初めの成功であった。しかし、タラデガの後でジャクソンは物資の不足と兵士の短い徴兵期間から来る規律の問題に直面した。クックとその東テネシー民兵2500名は10月12日に出発した。その行軍経路はテネシー州。 ノックスビルからチャタヌーガに至り、クーザー側に沿ってストローザー砦に向かうものだった。東と西のテネシー民兵隊の間にあった嫉妬のために、コックは急いでジャクソン隊に合流しようとはせず、特に11月17日に有効的なインディアンの集落を誤って襲ったことで、ジャクソンを怒らせた後は歩みが鈍かった。コック隊が12月12日にやっとストローザー取に、 着いた時、東テネシー民兵には、徴兵機関が10日間しか残っていなかった。ジャクソンには、長母兵を解雇するしか選択肢がなかった。さらに、新馬補充のために、テネシーに戻ったカフィ将軍から、騎兵隊が脱走したという知らせが来た。1813年の暮れジャクソン隊は、徴兵機関を1月半ばまで延長した兵士の一個連隊まで、減っていた。 ブラウンと知事が新たに2500名の部隊を集めるよう命令したが、ジャックソン隊は2月終わりまで十分な戦力にならなかった。新規徴兵した900名の新兵が予想もしていなかった1814年1月14日に到着し、ジャクソンは幹部を103名と部下に見捨てられたカフィに減らした。新兵は徴兵契約が60日間しかなかったので、ジャクソンは 未経験ではあるがその兵士の大半を連れて行くことにした。1月17日にストローザー取を出て、ジョージアの民兵と協力するためにエマック法の集落に向かった。しかし、これは危険な決断であった。それは長く険しい地形を越えて、数的に勝る敵に向かうことであり、部隊の兵士は経験がなく、規律も悪く反抗的であった。さらに敗北は、 戦争を長引かせるだけのことであった。エマック4とエノタチョポクリークの2つの決着のつかない戦いの後でジャクソンはストローザー取リデに戻り3月半ばまで攻撃的な姿勢には戻らなかった。1814年2月6日に第39合衆国不評連隊が到着し、ジャクソン隊は訓練された兵士の中核を得て最終的に戦力は 約5000名に膨れ上がった。ブラウンと知事が2回目のテネシー州民兵の調母を行い、コック隊は6ヶ月任務の2000名を得て、再びノックスビルからストローザー取に降軍した。コックの部下は、ジャクソンの部下が3ヶ月の任務期間しかないのを知って、反乱を起こした。コックは部下をなだめる努力をしていたが、ジャクソンはこれを誤解し、先導者としてコックの逮捕を命じた。 東テネシー民兵はその任務期間に関する注釈なしでストローザー取り出に集合した。コックは後に無実を証明された。ジャクソンは次の1ヶ月を道路を作り、兵士を鍛えることに費やした。3月半ば、ジャクソンはレッドスティックスがタラプーザ川の徒歩ペカに集結しているのを知って出陣した。ジャクソンははじめは南にクーザ川に沿って進み、 クリーク族のいる場所までの距離の半分の地点で、新しい基地ウィリアムズトリレを築いた。そこに守備隊を残し、約3000名の部隊に、チェロキー族とロワー,ークリーク族同盟軍600名を、加えて、トホペカに向かった。ホース州ベンドの戦いは3月27日に起こり、インディアン選手を約800名殺すなど、ジャクソン軍が決定的な勝利を奪って、 レッドスティックの犯行を弾圧終了させた。ジョージア州の民兵はおそらく3万名いた。アメリカ合衆国第6方面軍は両カロライナ州とジョージア州から構成されており、おそらく2000名の正規兵がいた。原則としてピンクニー将軍が方面指揮官であり、1813年のクリーク戦争を終わらせようと思えば攻撃部隊を送ることができた。しかし、 ここでの努力は、迅速さもなく、また効果的なものもなかった。11月、遅く、ジョン・フロイド将軍が950名の民兵と300、内主400名の友好的クリーク族インディアンを、率いて、チャッタフーチー川を越え、ホーリーグラウンドに向かった。11月29日、オートーズの集落を襲い、守りやすい場所にいたクリーク族を追い出した。この戦闘後、 フロイド将軍が重傷を負っていたのでチャッタフージー、側まで撤退した。フロイド隊の損失は、戦士11名、負傷54名であった。フロイドの見積もりでは200名のクリーク族を殺した。1月半ば、フロイドは1300名の民兵と400名の同盟クリーク族インディアンを率いて、ミッチェルトリデを侵発し、ジャクソン隊との合流を待つために、 タッコーバッジ集落に向かった。1月29日、エマック4の7日後であるが、クリーク族がカリビークリークの防御を施した宿営地を襲った。ジョージア兵は攻撃を跳ね返したが、フロイドとその民兵は結果を敗北と考え、ミッチェル砦に引き返したので、進軍中に作った防衛基地の連なりを放棄することになった。フロイド隊の損失は諸説あり。 17名から22名の戦士、132名から147名の負傷となった。フロイドの見積もりでは、レッドスティックスの損失は、戦士37名であった。これが、ジョージア兵の最後の攻撃となった。10月、トマス・フラーニー将軍が、第3合衆国不評連隊、民兵、志願兵及び直党族のインディアンからなる。 約1000名の部隊をストッターと砦で作り上げた。クレアボーン将軍は、アラバマ川とトムビグビー川の合流点近くのクリーク属財産を荒らすよう命令を受け、セントステファントリデから進発した。クレアボーンは破壊活動を行っただけで、戦闘を行うことはなかった。クレアボーンはストッターと砦から北に85マイルの地点まで進出し、クレアボーントリデを作った。 12月23日、ホーリーグラウンドで小さな敵軍に遭遇し260個の住居を焼いた。この戦闘中にウィリアム・ウェザー・フォードが捕獲されそうになったが逃げ延びることができた。ミシシッピ軍の損失は1名戦死、6名負傷であった。クリーク族は30名が戦死した。クレア・ボーンは物資が不足したのでセント・ステファントリデまで交代した。 ジャクソン取リデ条約によってアメリカが奪ったインディアンの領土1814年8月9日アンドリュー・ジャクソンはクリーク族にジャクソン取リデ条約への調印を強制したジャクソンに協力して戦ったクリーク族の州長たちは抗議したが結果はアラバマ州の半分とジョージア州の南部にあたるクリーク族の土地9万3000平方キロメートルを アメリカ合衆国政府に割上させられることになった。クリーク戦争はクリーク族間の内戦でもあったが、ジャクソンは協力したクリーク族も反抗したレッドスティックスも区別せず、両方から土地を奪った。割上された土地のうち7700平方キロメートルは戦争中アメリカ軍に協力したチェロキー族が要求した。レッドスティックスの反乱を弾圧沈下し、 どさくさに紛れて、クリーク族の領土をごっそり奪ったジャクソンは、メキシコ湾岸に力を集めることができた。ジャクソン自身の発案で、スペイン領フロリダに侵略し、ペンサコーラからイギリス軍を追い出した。続いて1815年1月8日、ニューオーリンズの戦いで、イギリス軍を破った。ジャクソンは、レッドスティックスが逃げ込んでいたフロリダに、再び侵攻して、 第一次セミノール戦争を起こした。インディアンに対する虐殺と領土強奪というこれらの勝利の結果として、ジャクソンは白人の間で国民的英雄となり、1829年に第七代アメリカ合衆国大統領に上り詰めた。アメリカ大統領となったジャクソンは、インディアンは白人と共生できない列島民族であるとアメリカ合衆国議会で演説し、 南東部のインディアンをミシシッピ川を越えて西部に移住させるインディアン移住法を成立させ大量虐殺と民族浄化を主導した e d p 百二から百四アダムズ p 七百七十七から七百七十八 e d p 百四から百五ハットマホン二百三十二から二百三十三マホン P234 レミニ P72 レミニ P72 アダムズ P787 ハットアダムズ P771 ハットマホン P235 ハットアダムズ P782 から783785ハットマホン P235 ハットアダムズ P783 マホン P236 アダムズ P784 アダムズピアニッシモ784から786 マホンピアニッシも236から237、ハットアダムズ P787、マホン P238 から239、アダムズ P791、マホンピアニッシも237から239。 アダムズピアニッシモ、791から793アダムズ P798 アダムズ795から796アダムズ P783 マホン P240 アダムズ P788 から789アダムズ793から794マホン242ザ・セカンド・キャジュール・ティエスト・マッツ・アレ・マホン・エス・ハット・マホン P239 アダムズ P789 ホン P240、アダムズ P789 バースタイン P106、EDP123 ホン P350。ありがとうございます。